はい、高橋丈太郎でございます。やっぱりちゃんとですね、見るべきでしたね。ピーコーク最高っていう記事が出てきてですね、あと新幹線もちょっと出てきたんですけども、ちょっと新幹線はまあともかくですね、ピーコーク最高っていうことでですね、ピーコークで JAL、ANA、で、ピーコークってピーチ航空かと思ったんですけど、ピーチ航空は最悪のあれですよね。それで、ピーってどこっすかって書いてあるんです。このね、ここですね。ポーランドでしたって笑いって書いてある。ポーランド、ポーランドでした笑いってちゃんと答えてる。ポーランド空港かな？ちょっと後で、ポーランド航空、航空空港じゃない、航空ですね。ごめんなさい。ポーランド航空です。ちゃんと答えてますね。これですね。乗務員さんもですね、っていうことでですね。ポーランド航空、はい、ポーランドですって書いてありますね。ポーランド航空が素晴らしいということ。あと、いろいろこういうようなですね、記事が出てきてるんですけれども、これはですね、こういうことはですね、何がすごいかっていうとですね、いろんなことをですね、理解してないとですね、できないことなんですよね。いろんなことですね。別にこのあれのことだけじゃなくてですね、いろんなことですよね。もう私ももう動画1000本超えましてですね、その前はもっと撮ってるんですけども、その前はもっと撮って喋ってきてんですけども、今のところ1000本ぐらいですね。はい。ということでですね、いろんなことをですね、理解してないとこういう行動はできないわけですよね。できないわけですよ。だから、この会社はすごい会社ですよね。忖度してないんだからですね、完全独立してやっていけるっていう、そういうことですよね。これをするとかしないとか、そういう話ではないわけですよ。だからですね、今ですね、2から5っていう話とかですね、これもう一回撮りたい、あと撮ってもですね、私の再生されないから、この中に入れときますけどね。2から5っていう話がよく出てくるんですけども、私は2のままでいいと思うんですよね。それからね、終わらせようとしてんのか何だか分かんないですけど、終わんないでほしいんですよね。そこでですね、もうあれしてるわけですけどもね、井尾雄一郎さんはね、1億人と2000万人っていう、数字を出されてますけどもね、昨日か一昨日かですね、私はその数字がですね、違いますよっていうイギリスのですね、動画も出したんですよ。動画のですね、イギリス政府っていうね、それもちょっと書いときますね。はい。だからですね、いろんなことなんですよね。だからそこでですね、単にね、あれを取るとか、そういう話じゃないんですよね。そういう話じゃないわけですよね。いろんなことを理解してると、そうなるっていうだけの話でですね。これは根深いんですよね。だから単に取りましょう。子供は違いますよ。子供は違います。親とか学校とかに言われてね、あれしてますけどね。だから、このポーランド航空はすごいんです。すごい会社なんですよ。すごい会社ですね、これはですね。これはすごいことなんですよ。大きなことなんですよ。大きなことなんですよ。だから、あれですよね。分断っていう言葉が出てきてますよね。分断ってもうずっと前からね、いつからですかね。分断なんですよ。だけど、分断も、いろんなことを理解すると、オセロ作戦っていう言葉も出てますしね、オセロ作戦。オセロ作戦をやるにはですね、
一人一人が物事を考えるっていうことなわけですよね。物事を考えるっていうことなんですよね。あるいは感じるってですね、直感で感じるっていうことですね。その感じるっていう部分、消化体とかですね、いろんな話がもう出てきてるわけですよね。消化体の話もすごいんですよね。だから体温計の話とかですね、おでこに体温計でですね、チャクラとかですね、ここにもチャクラって出てきますね。チャクラっていう言葉が出てきます。出てきてるんですよね。こういういろんなことになってくるわけですよね。だから勉強っていうか素人勉強っていうか素人すればですね、一個一個知識が積み重なってってそういう行動になるわけですよね。だから私はこれね、この動画やっと1000本になりましたけれども、もっともっとね、もっともっと撮ってるのでね、もっともっと撮ってますので、それなりにですね、まあ深くは知らないですよ。だから興味ないですね、基本的に。こういう話には興味ないんですけれども、これがもう自分がやんなくちゃいけないことなんだなと思ってこうやってるわけですよ。そういうふうにですね、もうダメだって、これやんなきゃダメだっていうですね、気持ちがね、もう毎日湧いてくるんですよね。毎日湧いてくるんですよ。ということでですね、このポーランド航空のですね、トップの方がすごいんですね。もう理解してるわけですね、いろんなことをですね。当然ですね、従業員を守らなくちゃいけないこういう立場の方はですね、もう勉強しなきゃもうしょうがないんですよね、いろんなことをですね。この一日一日の行動でですね、一秒一秒の行動でですね、毎日毎日の行動でですね、いろいろ変わっていくわけですよね。変わっていくわけですよ。人間が一日にやることの量っていうのは、人間がたった一人のですね、やることの量っていうのはですね、8時間とか寝るとしてですね、残りの16時間は何かやってるわけですよ。何かやってるわけですよね。だからそのパワーってすごいわけですよね。人間一人の力ってすごいわけですよね。この方が一個ね、こうやってポチって書いたらですね、こうやってなるわけですよね。コメント、今978件のいいねっていうですね、そんなにですね、意識して書かれたことは、じゃないと思うんですよ。軽くポチってやったんですよ。そうしたら、これだけのですね、賛同者がですね、こう集まってですね、いろんなお話をするわけですね。だからこれが、こういうことですよね。ということで、このぐらい録音すれば何かが伝わったかなという、ことでですね、もっともっとね、こんな一本の動画で喋りきれるですね、ことではないですね。もうありとあらゆるいろんなことなんですよね。パラレルワールドとかね、もういろんな話がもうね、いっぱい出てきてるわけですよ。で、それが本当かどうかもですね、全部ですね、わからないわけでですね、だから、今本当にですね、今あったら真実の目っていうチャンネルの作曲を見たんですけどもね、すごい今この時代のですね、もうちょっとでこうピーク点に達する話とかね、そういうのもいっぱい出てきてますしね、もういろんなことですよね。はい、ということでまとまりがなかったかもしれないですけど、ポーランド航空がすごいっていうことでございまして、ありがとうございました。はい、これはすごいことです。はい、ありがとうございました。失礼します。